はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、先日もねお話ししましたけどね、うちの長男がね帯状疱疹になりました。帯状疱疹というのはですね、水疱瘡にかかったことある方ならね、誰でも発症し得る病気なんですよ。でもしね、子供やね、家族がね、帯状疱疹にかかったら、という時の対処法をね、僕の経験を交えながらね、お話しします。でほんでね、その治療法やね、人にうつる可能性などのね、あと学校のね、出席とかにね、変わってくると思いますので、それについてもお話しします。で、まずですね、その家族に帯状疱疹の疑いがある場合はですね、まず病院に行きましょう。まあ当たり前なことなんですけどもね。でまずね、その帯状疱疹の症状をね、もう初めて見ればですね、もう見境なくね、病院に飛んでいくと思います。まあ今でこそね、そのスマホでね、その画像検索をして、その病気を調べることで、少しは心が落ち着きますけども、そんなものがない時代ではですね、その皮膚表面にね、現れた症状がね、広範囲に広がってきて、で本人もね、痛がってたらですよ、これはとんでもない状態になってるとね、思っていたんだと思います。30年前にね、僕もね、背中にできたんですけどもね、今でもその傷だとかちょっと残ってるんですけども、その当時その母親はね、その取り乱してる様子はありませんでしたけどもね、心は穏やかではなかったと思います。でほんでね、その日はですね、痛すぎて僕が早起きしたんでしょうね。まだその他の家族は寝てる、早朝やったんですけど、背中が痛いから今日は学校休んで病院に行くよはってこうなってですね、当時ね、その自宅から、その頃の僕の足で20分ぐらいかな、それぐらいかけてね、その隣町で流行っているとされている皮膚科までね、歩いていた記憶があります。体は元気やからね、歩けるんですよ。ただ背中が痛いだけなんで。ほんでも学校もね、1週間ぐらい休みましたね。8歳か9歳のね、子供にとってはね、退屈な日々でした。これもね、昨日の動画でお話ししましたけどもね、その今うちの長男も体調不良になってしまってますので、同じ状態がね、今週いっぱい続く見込みなんですよ。うちの場合はね、もうすぐに帯状疱疹だとね思ってたので、すぐにその皮膚科へ行くとね決断できたんですけども、発症の症状がね、その帯状疱疹によるものかどうか判断できない場合はですね、子供の場合はね、小児科でも OK です。で帯状疱疹っていうのはね、早期に治療すればね、重症化しないのでね、異変に気づいたらすぐにね、病院に連れていくことが大切なんです。なぜそのね、早期治療っていうのがね大切かと言いますとですね、帯状疱疹っていうのはね、放置していても自然にはなるんですけども、後遺症が残ったりとかね、合併症を引き起こしたりするリスクがあります。そのためにですね、疑わしい症状がね現れたらね、すぐに皮膚科へ連れて行ってね、早い段階で治療することが大切なんです。そして治療なんですけどもね、どんな治療をするかと言いますとですね、主にね、抗ウイルスのね薬を使って治療を行います。飲み薬がほとんどなんですけどね、もう重症度とかね、お医者さんの判断によってはですね、入院とかね、点滴がね必要となってくる場合もあります。早い目の段階でね、抗ウイルス薬を使えばですね、水泡の跡も残らずにですね、治りを早めることができます。そして次はね、後遺症とかね、合併症のリスクなんですけどもね、帯状疱疹にかかった時にね、重症化したりね、治療が遅れたりするとね、帯状疱疹後神経痛、これはね、発疹が治ったとしてもね、痛みが結構持続する状態がね、起こるっていう症状のことなんですよ。それが残る場合があります。しかしね、これはね、大人に多く見られるものなんでね、子供にはね、このような後遺症が残るケースは少ないとされています。ただしですね、髄膜炎とかね、脳症とかね、顔面神経麻痺とかね、あとね、目の中にね、帯状疱疹ができた場合はですね、結膜炎とか角膜炎といったね、そのウイルス性の合併症がね、起こるリスクは十分にあるんです。なのでね、リスクの回避のためにもね、早期治療っていうのがね、非常に重要です。そしてね、予防のために、水疱瘡のワクチンはね、その帯状疱疹も予防してくれるのというね、疑問も出てますけどもね、その水疱瘡の予防やね、重症化を防ぐワクチンっていうのはですね、帯状疱疹の予防にも有効だよというのがね、確認されています。でこれはね、高年齢にね、その水疱瘡のワクチンをね、こう投与したことでね、 100% ではないんですけども、帯状疱疹のね、予防効果が確認できたという研究結果に
ね訪れたものなんですよ。そのためにですね2016年のね3月18日からですね水疱瘡ワクチンを50歳以上の、帯状疱疹予防に用いることがね国でね認証されました。ほんで次はですね帯状疱疹が治るまでの日々の過ごし方や学校や幼稚園はどうすればいいのとかなんですけどもね、まあ、人にうつさないように注意しましょう。帯状疱疹から帯状疱疹はねうつらないんですけども、帯状疱疹から水疱瘡はうつるんですよ。でこれはね帯状疱疹と水疱瘡のウイルスがね同じものであるためであってですね、まだ水疱瘡にかかったことなくって免疫がついてない方にはねうつしてしまう恐れがあります。そのためにですね他の子供さんとかね妊婦さんなどがおったらですね接触しないようにねする配慮が必要なんです。そしてさらなる感染を防ぐためにもですね手洗いうがいをする、マスクをつける、帯状疱疹になった家族と接触しない、水泡に触れないように、包帯やね洋服などでね、患部を覆っておくと、で水疱瘡のワクチンを接種するというのをね心がけてください。で次その毎日のお風呂なんですけどもね帯状疱疹の時もね入浴自体は OK なんですよ。体を温めることでね痛みを和らぐこともあります。ただしねその水泡が潰れてしまうとですねそこからね細菌がグワーって侵入する恐れがありますのでね体を洗う際はねこうグワーって強く擦ってはいけません。まあ痛いからねそんな擦ることはないんでしょうけども、またね家族で水疱瘡にかかったことない人がねいてる場合はですね入浴を介してねうつししまう可能性があります。なのでね湯船には浸からずにシャワーにしておくかね、その家族の中でねもう最後の方にねお風呂に入るといった工夫をしてください。あとまあ子供がねその帯状疱疹になってしまったらですね問題になってくるのがね学校や幼稚園を、出席するか欠席すべきかですよね。文部科学省の発表ではですね帯状疱疹における出席停止期間っていうの基準っていうのはね特に設けられてないんです。発疹がねかさぶたになるまではね感染力がすごいありますけどもね患部を洋服などでね先ほども言いましたけど覆っていれば接触感染防げるのでね登園とか登校とかねできるんです。ただしねいろいろとリスクがあるのでねその水疱瘡がかさぶたになるまではね無理せずにね欠席することをお勧めします。例えばなんですけどもね免疫のない人に水疱瘡をうつす可能性がありますし、白血病などの、ね、免疫不全の、ね、人にうつすとねすごい重症化する恐れがありますし、帯状疱疹にかかった本人の体調も万全ではないわけなんですよ、といった問題がありますのでね、まあ、僕はね30年前とね実はねその去年の6月にね帯状疱疹になってますけどもね、まあ、実際にその2回になってますし、ひょっとしてね3回目を引き起こしてしまうかもしれませんけども、帯状疱疹から帯状疱疹ではうつらないので大丈夫なんですけども、白血病などの免疫不全に僕は当たってしまいますのでね、まあ一回ねその状態でねなってるんで、もしなってもねまだ耐え忍んでみます。子供ちゃんらの場合はですね、各学校とか各幼稚園、保育園によってですね、出席か欠席かに関するねその方針がまああると思うんで、ね、登校とか登園の前にはね電話で先生に、ね、相談してください。うちの長男はね小児なので、もうそれぐらいになったらねそのクラスのみんなとかね水疱瘡になってるやろうと思うんですけども、ひょっとしたらねまだなってない子もいているかもしれませんし、学童へ行くとね1年生の子たちもいてるんでね、まあ、一応ね休ませています。まあ、そんな感じでねその帯状疱疹というのはね体の中に潜む、水疱瘡のウイルスが原因で発症します。でこのウイルスっていうのは免疫力が低下した時に活発に働く特徴があってですね、水疱瘡にかかったことがある方なら誰でも帯状疱疹が出る可能性があります。まあ、今このね新型ウイルスがね蔓延しているそのストレスでね子供から大人まで関係なく免疫力に影響していると考えられますので、帯状疱疹だけじゃなくてねたくさんの人たちがね他の病気になってますのでね、ストレス疾患の対策としてねできるだけ穏やかにお過ごしください。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。